どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。さあ続きいきましょう。あけつけ、そんな擬態語が聞こえた。あれまさか見たか。これぞスカートめくりの語尾、パラシュートデスセンテンス。スカートへアクセスする指先が布を包むその一瞬、全身の関節24箇所を同時駆動させることによって女子下半身における魅惑的閉鎖空間内に極小の乱気流を発生させる。この作用によりめくり上げたスカートはパラシュート状に維持され、通常のスカートめくりの数倍の体育時間をもって下着を注目にさらし上げるのである。先輩は人じゃないんですね。もうだがその長すぎるセキララタイムにより周知度は飛躍的に高まり、パラシュート効果の持続時間の終焉は俺の命に対する死刑宣告を意味するのである。命のきっかけの大技、それがこのパラシュートデスセンテンス。大変なんですね、変態さんも。どうして戻らぬ。キリはバタバタとスカートを押さえつけるが、押さえれば反対側がより高くふわりとめくり上がる。さりとて放置してもスカートはクラゲ状にふわりとめくり上がる。まるで下方から風が吹き上げているかのように。ほれほれ、ガードしないと見えてしまうぞ。めくれる。日本の手でどこまでガードできるかな。見ないでください。なかなか頑張るではないか。見えそうで見えない。パンチラリズムの極意だな。可憐だ、キリチ。親指を立てた。キリチはあたふたしていた。もし公衆の面前でやったら、問死するやもしれん。さすがは奥義。陽子ちゃんだが全然動じないからな。やっぱり慌てふためかれてこそのスカートめくり。しかし、本当によくガードしてるな。何を必死になってんだか。やられる方の気持ちになれ。だって俺パンツ見せるの好きなんだもん。無理だよ。やがてゆっくりとスカートが戻っていく。とても嫌な汗をかいていた。パラシュートデスセンテンスを成立させるための時間はわずか 0.05 秒に過ぎない。ではここでそのプロセスをもう一度見てみることに。キリチンのスカートに手をかけた。見事な一発だな。久々に足技が出ました。いやー、かかと落としが途中で縦横無尽に軌道を変化させる。まさに蹴りの乱気流だった。おお、あなたは異常です。異常者扱いされた。でまあともかくよくしていた。妙にできすぎな気もするが、本当にどうして見えなかったんだろう。この技で見えないなんてありえないのに。知らず知らずのうちに手心を加えてしまったかな。行こう、ミキ。本当に怒られるよ、こんな。プリプリ怒っている。ああ、行っちゃったよ。先輩のチャレンジ精神は尊敬します。あ、人間いつ死ぬかわからないしね。まあ、君らも伸び伸びと行きなさい。うーす。しかし、仲悪いですね。お互いに苦笑。俺とキリチンはミキミキをめぐって恋の好き定期集だからな。そうですね、好敵集ってことか。すごく好敵集ですよね。さらっと言われた。ミキ、はーい。じゃあ先輩、またまたいつか。にぎにぎと挨拶を返す。ミキは走ってキリに並んだ。屋上に来てみた。時刻は10時を回っている。どうせ授業があるわけでもない。ただ学校空間に触れたかっただけだ。なんてことない日常を味わいたかっただけ。精神安定剤のように。屋上には誰もいない。あ、でもなかった。部活ってやつか。アンテナを見上げる。世界から人が消えて、俺たちは結束することもできず孤児だった。結束していたとしても無力さに変わりはないだろうけど、個々の問題ともなれば、このヘビーな状況は心をきしませた。直射日光、危ないかな。そばに目覚まし時計が転がっていた。先輩の私物だろうか。
アラームを5分後にセットする。これで起きてくれるだろう。ニン先輩に寝ぼすけ属性はないのだ。落下&自殺防止用の金網に指を引っ掛けながら階段に向かう。あ、一箇所金網がもろくなっていた。軽く押すとメキメキと倒れていく。体重をかけたら落ちてしまいそうだ。あぶねえ。無限に生きる者の多い無限に生きる者の多い群青では重大な管理問題だぞ。ま、今のメンバーなら平気か。全員日常生活に支障はないはずだ。ゆっくりと階段に向かう。扉を開ける。背後から目覚ましのアラームと先輩の奇声が聞こえた。小さく声で背後で扉を開け閉めた。さて、じゃあどうしようかな。これ選択肢はこれはどうしよう。部活、ちょっと待ってくださいね。多分これ部活なんだよな、選択肢的には。あ、部室だね。部室に行ってみるって選択肢を取るんですよね。行きましょう。まあクイックセーブからやり直しは聞くんだけどね。部室、友樹がいるかと思ったら無人だった。きっと部活に精を出しているのだろう。となれば今頃は真っ白か。ノートによればこの世界は1週間しか続かないんだから、奴の努力は無駄なものになる。けど、それを教える気にはなれなかった。トモキの部活が先輩にとっての部活と意味を違えるとは思えなかったからだ。となると、ああ、それでじゃあ一年教室へ行ってみると。ミキとキリがいた。食い物ありませんか？残念ながら。その弁当？ライス、ミートボール。おい、なぜそのようなものが。キリチンが作ったのですよ、飯盒とかで。うわあ、いいな。先輩の分はありません。きっぱり、かなり分量があるじゃないか。多いですよね。明らかに3人分はありそうだ。しかし、なぜか先輩のはないんです。ああ、イノセンスがうなる。じゃあ、ブツブツ交換しよう。トレードですな。飴玉とグミキャンディー、手作り。二人の目の色が変わった。手作り？ああ、陽子ちゃんがだけだ。シュガー控えめ、美容健康にいいらしい。グミやこんにゃくだね、ゼロカロリー。ゼロカロリー？わーい、交換成立。ママの味がする。するね。ミルクだね。だね。ストーカーの味だけどね。ほっぺが、わらひのほっぺが、うん、女の子だな。おかげでライスにありつけた。やっぱ日本人だから。うまい。キリチンは料理の才能がある。おかずはレトルトなんだ。でもうまい。作らないとミキがいつまでもお菓子を。お菓子好きだもん。お互い食事には苦労してるようだな。キリチン、結婚しよう。不可能です。嫌です、じゃなくて不可能らしいですよ先輩。燃えてきた。水かけますよ。またか。お菓子はもっとあるのですか？あるよ、ビスケットとかサブレとか。陽子先生はお菓子作るの得意だから。へえ、意外。いい保存食になるらしい。恋人なんですよね。え、俺と陽子ちゃんが？それはミキも気になりすぎてました。食事も手につきません。ほっぺたパンパンじゃねえか。真夏の食いだめ娘が。いやー、一緒に暮らしてただけだよ。どうせ、どうせ。二人はハモった。違う、同棲とは違う。要するに俺たちは親がいないから、二人とも娘さんに養ってもらってたんだよ。ああ、これは俺の保護者ね。なんだこれ、指定でねえのかな。まあ、兄弟みたいなものと言えるけど、俺はそう思ってない。向こうもそう思ってないし。だから追い出されたし、陽子ちゃん。初耳。怪しい関係だと思っていたのに。いやー、実際怪しいです。まあ、そこはほれ、血縁ではないし。長谷倉先輩も謎が多い人ですよね。まったくだ。さあ、特別に千歳飴をつけるから、みんなで七五三気分に浸ろう。わあ、千歳飴だ。キリが取り上げる。おお、何するだ。
お菓子だけじゃダメ。自分だって食べてたくせに。ちゃんとご飯食べる。健康管理、これからは自分でしないといけないんだよ。へい、しっかりした子やね。何ですか、いやらしい目でじっと見て。いやらしいって言うな。いや、いいコンビだなって思って。お花ちゃんたちですから、デビューさせてやりたいくらいだ。今デビューしてもな。最高8枚までしか売れないね、 CD。 ミリオンは夢のまた夢。じゃあ私2枚買ってあげる。じゃあこっちも2枚買う。10枚だね。うん、10枚。クスクス笑う。ほんと仲睦まましい。その様子は俺をほんの少しばかり潤した。さあ次回行きましょう。お楽しみに。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。続きいきましょう。キロを歩く。結局何もない一日を過ごしてしまった。リセットがかかると知っているせいかな。どうも身が入らない。それに学校行っても賑やかさは感じられない。世界はガラス気になっている。8人では世界とは言えない。永遠のひと夏。俺たちは時の渦にとらわれた人類の残骸なんだろうか。それとも別の意味が。坂の途中立ち止まる。道の脇にある雑木林。思い出す、思い出す。新川豊が雑木林を眺めていた。俺はそんな新川のもとに近寄り声をかける。どうした？新川は汗をかいていた。見るからに夏の汗ではない。よろよろと後ずさる。車が来た。新川。新川は引かれて死んだ。それは俺のトラウマになった。などということはなく、あ、田崎食料のデコ軽トラだ。ド派手なそいつが時速30キロでゆっくりと通り過ぎていく。福顔の親父が俺に向かっていつもありがとうと手を振った。俺はお得意様だから。振り返した。昭和時代のマニアックな飲料水の入荷いつもありがとう。半券的には一切触れることはできないが、伝説のソフトドリンクたち。元鉄オタだからビジネスもマニアックなんだろうか。どうやって入荷してるのかだけは知らない。とにかく進化は死ななかった。ピンピンしてる。今お前は生死の境をさまよった。俺がこうして腕をガシッとキャッチしなかったら、その灰色の脳細胞はアスファルトの上でグロ画像になっていただろう。進化は震えていた。進化は？悪い。我に返る。なんか雑木林の奥とか見てたらすげえ気分悪くなってきて。昔からそうなんだけどさ、わけをわかんないんだけど。顔を手で覆って立ちくらみに戸惑うようにしばし、青い空を見上げてあえぐように息を吐いた。俺足が片方あんま動かなくてさ。外傷だと思っていた。群青にも少数ながら外部障害保持者を受け入れる枠はあったから。けど豊は内傷、内部障害だったのかもしれない。今にして思えば。森の中、木々に囲まれた閉鎖空間、俺も苦手だった。昔心に傷をうがつ出来事があった。シンカーの気持ちを、だから俺は少し理解することができた。相変わらず、むつみおばさんの姿はない。当たり前である。死んだんだから。いや、死んだんだろうか。人類全員かくれんぼ説もまだ生きてる。脳だいぶひび割れちゃってんじゃないと思わんばかりにくだらない説だが、否定する根拠はない。産業もエネルギーも報道も、報道も売っちゃってかくれんぼとは人類も、弾けたものである。滅亡滅亡言ってるが、実際は消失なわけで。さておき、優しいむつみおばさんが出てこないわけだ。家には全く家族臭が感じられない。もともと気楽だったが全くなくなってしまった。洗い場を覗く。水を張ったたらいの中にトマトが3つ浮いていた。トマトじゃ。驚いた。俺が入れたものではない。早速食う。新鮮なトマトだ。口の中で詰まった身がじゅわっと潰れた。頬が引きするほどうまい。とにかくこの家に食い物はないのだ。
いつもむつみおばさんが会社帰りに出来合いを買ってきてくれた。だから料理の機会は少なく、材料も常備されていない。そういや、じゃがいもだけあった気がする。机の上を見るとメモが置いてあった。夕食がないこともない。陽子ちゃんか、食い物で釣ろうとしている。ありありと。そんな手に俺が乗るか、冷静に考えればわかることだ。行ってきます。行くに決まっていた。引くに書いてあるし、まあ、いや。ろうそくに火を灯す。日記を書く。克明に書く。来週のために。水曜日、ニュートンも失笑。惰性の法則に従って学校に行く。坂も歩く。いつもながら勾配がきつい。歩みは遅くなる。ようやく平らな場所に出る。予感に炙られて意識が加熱した。理性より早く体は動く。振り返った。いないか。人の気配を感じたのに。そう、七香野だ。祠に行ってから一度も姿を見せていない。彼女はこの世界に起こっていることを知っている。ではなぜ俺は七香を探さないのか。おそらく見つからないから。七香は見つからない。決して。そんな気がした。脱走させないための門はとにかく厳しめという印象があった。なぜ脱走させていけない、脱走させてはいけないか。人を傷つける可能性があるから。ま、一種の反隔離施設だ。安心していい。危険人物たちは滅びました。世界中に8人だけです。あと一般市民も滅びました。だから被害者は出ません。うわはは。と、自虐ネタはここまでにして、死んだ貝のように開いた輪の門を開ける。荷物を置き教室に。おや、トーコの姿がない。来ていると思ったのに。いつもの窓際。そこにお嬢さんの姿はない。胸騒ぎがした。いつもと違う行動を取らないでくれ。願いにも似た思い。ズタ袋を置いて学校をさまよう。始まって3日目のいつも。だけどそれはガラン堂で満たされていて。そうだな、1年教室に行こう。見切りコンビがいるかもしれない。誰もいない。見ると2人の机には荷物が置いてあった。来てはいる。学校内のどっかにいるんだろうか。考えればキリとミキの家の中間地点に学校はある。待ち合わせに通い慣れた学校はちょうどいいのかもしれない。何をするにでもだ。窓から外を見る。プールが見えた。へえ。遊んでいた。楽しげにかすかな声が届く。避けることもできないか。だって水の中じゃない。髪濡れる。濡れちゃうから。え、どこが濡れるって。なんかおじさんっぽい。心はおじさんなの。てりゃー。髪が。仕返し。幸せな光景を見ていた。のー。禁止。縦だよ。つる。髪の長さが違う分ハンデいるもん。なんだよそりゃ。負傷してしまう。けど片手になった分攻撃力は下がってる。しもうた。狩りの時間だ。狩猟解禁。ザブザブと、ま、動き回りながら水をかける。無邪気なもんだ。とく心臓が跳ねた。軽く胸を打たれて。無意識に心臓を押さえた。臓器にコロがあるわけではない。俺の感じたことが心臓さえノックしてのけた。そのことが嬉しかった。転んだ。つぶ濡れ。どんくさい。にぶい。いったな。おひょ。濡れたらもう泳げるもんね。接近戦はダメ。平泳ぎでクロールに勝てるもんか。あたふたあたふた。水浸しにしてやる。ダメ。濡れたら髪がワカメになる。ワカメちゃんにしてやる。まず。そら。いやー。弾ける水の音。止めどない笑い声。
やんわりと流れる時間を思わせて、優しい、優しい世界の一場面、日記に書こうと思った。この気持ちを忘れないよう。俺はずっと二人の少女が戯れる様子を眺めていた。トモキがいた。保健室の中を伺っている。トモキ、声をかけると背中がびっくりと跳ねた。太一か。学校にいたんだな。ああ、ちょっと様子見に。ちょっとこっち。お、連れて行かれる。ここならいいかな。どうしてこんな端っこに。あ、いや。口ごもる。で、平和維持活動部はどう？生命維持活動部。そっちはなんとか。太一は食べ物とか平気なんだよね。まあな、今のところ困ってない。1週間持てばいいし。は？こっちの話だよ君。保健室に用事か？トモキの顔が引きずった。なんで英語やねん。隠し事があると見た。ないと見た。保健室、トモキ、放課後、童貞、この4つのキーワードから導き出される結論とは？推理の時だった。いや、童貞関係ないから。難問だな。こんな時はメタ推理だ。また変なこと言い出した。多世界不縁推理。これは各要素から派生する無数の可能性の全てを並列して思考し、それらは無限の選択肢の中から最もそれっぽいものを認知する量子コンピューターっぽい推理法だ。当てずっぽうと言わないかな、それ。そのためには思考を活性化する糖分が必要だ。お貸しください。 Give me gum, give me チョコレート。太一、いつも飴玉とか持ってるのに。あれは血糖値が下がった時の緊急用。糖尿病か。トモキはポケットをゴソゴソと漁る。今や食い物だったらトモキである。いや、もはやトモキが食い物、トモキイズフードなのである。な、バカな。ほら、本当にガムとかチョコレートが出てきた。お前すごいやつだな。え、何が？つか自分で欲しいって言ったんじゃないか。これで俺の特殊な脳みそも安泰だ。はあ、ガムとチョコレート同時に口に放り込む。うげえ。同時に味わうとうまい。そう。呆れていた。推理の続きなんだけどさ、怪我でもしたのか？少し驚くトモキ。すぐ皮肉げな表情にとって変わられる。そう、怪我したんだ。いい君だよ。はい？なんでもないから。じゃあね。去っていく。はあ、ガムごとチョコレートを変化する。俺はガムを食うガム食う属性の人だ。怪我というより心の病気の方だったか。保健室、メガネで巨乳の養護教師、かっこ男口調であることが多いが必要な空間である。メガネで巨乳の、養護教師がいない保健室など、ネタの載ってない中トロのようなものだ。だがさすがに今、メガネで巨乳の養護教師を期待することはできない。代わりに陽子ちゃんがいた。あ、そうなんだ。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。ん？ちょっと待って。今。嫌だな、うか。おーっと、ちょっと待って。嫌なの？